コードか。バスルームよ。なんかあったな。他は？せっかく命を救ってやったのに、これが感謝の気持ちを表す態度か。黙ってろ。ほんの1時間出かけた隙に。何があったんだ。わからない。言ったでしょ、私が出かけた時はいつも通りベッドで寝てたの。なのに帰ってきたら。そんな。私がいけないのよ。脈は調べたのか。 B、 もう手をくれよ。自分を責めるな。仕方なかったんだ。私、気づいてあげることができなかった。四六時中つきっきりってわけにはいかないだろう。彼女が心を決めてたなら、遅かれ早かれこうなってた。このままにはしておけない。とにかく警察を呼んで事情を説明する。ベッドまで運んでくれる。そんなことして何になるってんだ。事故で友達が亡くなって、その通報です。ジャクソン通りのノースサイド。いえ、危険はありません。自殺です。明日？冗談でしょ。今すぐ来て。死んでるのよ、わからないの？トラウマチームに死亡判定はされてません。契約してたらそもそもこんなことになってないでしょ。ああそう、そんなに面倒ならこっちが警察署に出向いて暴れ回ってやってもいいのよ。逮捕しにここまで来てみなさいよ、この草が。ああそう、どんな罪を押し付けようと知ったこっちゃない。すぐに来るって。最初は明日まで氷につけておけって言ったのよ。信じられる？きっと人手が足りてないだけだ。でしょうね。わざわざコーポの犬になり下がる人の気が知れない。何か着せてあげないと。このままじゃかわいそうすぎる。外で待ってて。ドアを閉めてくれる？お願い。タバコある？吸うのか。何年も前にやめたんだけど、今は空気以外のものを肺に入れたい気分。お願い、一本だけ。ほら。
エブリンのケースね。あんたが持っとくか。ううん、気に入ってるんでしょ。あなたが持っててくれるのは嬉しいし。私のせいよ。しばらくそっとしておけば立ち直ってくれると思ってた。すまない、こういう時にうまく言葉を見つけられなくて。何も言わなくていい。あなたは誰よりも力になってくれた。それは俺の都合もあったからだ。知ってるだろう、あなたは彼女に選択の自由を与えてくれたじゃない。そうかもな。だがこんな結末を選ぶなんて。エブリンのことが頭から離れなくて、テックは何も問題なかった。ドールチップも不具合なし。精神的なトラウマが原因だと思ってバーチャーをもう少し探ってみたら、ウッドマンにたどり着いた。エブリンはあの男の元で好き勝手にもてあそばれた。散々ひどいことをして飽きたらよそに売り飛ばしたってわけ。ウッドマンが何をしたか、それも見たのか。ええ、見なかったことにしたい。あいつがそこまでの外道だったなんてな。せいぜいどこにでもいるクズかと思ってた。表じゃ猫をかぶってるのよ。あいつのことは知ってたけど、ここまでとは思いもしなかった。私にできることがあるはず。例えば。まだわからない。スージーに相談してみるよ。ごめん、ちょっと一人にさせてくれる？また必ず連絡するから。遠慮はいらないからな。ありがとう。でも大丈夫。何かあったらホロコールしてくれ。レベル上げとかなきゃな。